あいうえに。今日は木津彦さんがゲストということで、木津彦さんはタロットの占い師でもあるということで、はい、せっかくなので私を占っていただきたいなと。あ、大丈夫ですよ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何運にしましょうか。そうですね、このツアーの運勢。ツアーの運勢、ツアーも半ばぐらい。まあ、そうですね、いや、まだ前半ですね。あ、前半。まだ今14カ所目なんですけど、このツアーがどうなっていくのかということについてちょっと知りたいなって、はい、そうだろう。じゃあツアーの運勢、はい、ちなみに今日は大成功でした。あ、大成功、ね、素晴らしいライブオンで、yeah. ありがとうございました。いやいや、こちらこそ、ね、セッションも良かったね、うん、ここまでじゃあ結構大変でしたツアー。そうですね、あ、これ始まってます。うん、そうですね、あの初めて尽くしで、はい、初めて行った土地もあるぐらい。初めて行った、ね、だ、山形とかは多分移動はしたことあるけど、とどまったのは初めてだったかもしれないですね、うん、だライブで行ったことないだけじゃなくて、人生において行ったことがない土地も、もう喜ばれるでしょう。いや、だから初めてお会いするファンの方結構いますね。確かに、みんな目をキラキラさせてね。ねえ、こんな驚々しい歌なのにね。そうだね、それはそうだって。それはそうだ。よいしょよいしょ。では占っていきますね。はい、yeah. デスが出てます。まずは現在、はい、ここ4枚に現れます。はい、こちら、お、こちら、お、はい、ですね、どれからいこうかな。あんまり良くないです。悪魔と死神が出て現在、追いやられている。これ後ろ、これ逆になるとかも関係あるんですか。そうそうそう、上下になるとかっていうの。これがいいカードなんですけど、逆さになってるんで、はい、悪い意味になっちゃう。やばいやばい。これは時間を表すカードなので、はい、時間を押してる。あ、押してる、押してる。ライブの時間が押してる。例えば、例えば、あ、なるほど。あとは電車に乗り遅れるとか。乗り遅れた、乗り遅れた、乗り遅れた。当たるんです。当たる、はい、そういうなんか時間のミスっていう感じのカードが出てて、あとは死神か、まず悪魔、うん、悪魔のカードですが、悪魔、誘惑に弱い。あ、やばいな。誘惑に弱い。おいしいものいっぱいありますよね。誘惑に弱いそうです。そうだよ、はい、ちょっと気をつけて。はい、あとこれ死神ですから、うん、なんだろう、何かがこう急に止まっちゃう恐れがあるっていうな、まあ、例えばライブの流れだとか、はい、昨日止まったね。昨日動機が止まりました。あ、そうなんだ。動機が止まりました。はい、です。です。ちょっと気をつけましょうっていうカードが結構出てて、で、ね、で結果こちら、力の逆。はい、疲れた。おーっと、大ピンチ。おリアクションいいな。大ピンチ。これどうする？っていう現状なんで、はい、ただ未来はまだ。分かんないです。未来は疲れてんだ、今いろいろあって。今疲れてるんだね、うん、疲労が溜まっている。腰も痛いし、うん、はい、過去どうだったかっていうと、はいはい、過去はこちら。あら、過去良いです。節制といってサービス精神が素晴らしかった、はいはい、みんなを喜ばしてきた。過去形になっちゃった。今はちょっと疲れ、今は疲れている。やりすぎちゃったからね。やりすぎちゃった。そして次は本音と建前、はい、このツアーでこう思われたい、これはこういう男だぜ。お、鳳凰の逆か。ですね、信頼と尊敬を表すカードで、あとおしゃべりが上手みたいな意味合いのカードの逆で、だからしゃべりで勝負するんじゃない。なんかこう音楽とかこうコンセプトというでみたいなこと、なんかそういう勝負だぜって思わせたい。なるほど。そして本音のカード。本音はこちらです。お、魔法使いのカードなんで、こう自分のこう不器用さが心配っていうカードなんですね。うん、はい、なるほど。そう、まあ、とってもな。そして次が体質のカード、はい、体質見てみます、はい、こちらになってます。ツアーに対しては、あ、いいですね。お、スターになれる松永天満です。実はスターを下げて下げて突然上げるみたいな。これは今後、今後の話ですか。今の体質、体質、仕事上の体質、ローカルスターですよ。すごくいいですね、はい、ありがとうございます。そしてここから未来になっていきます。やべえな、散々だったからな。近い将来、はい、近い将来はこちら、
悪くないです。お月のカードの逆は迷いが吹っ切れて、はい、やるべきことが分かってくる。お、はいはい、今は惑ってるんだわ。今はね、誘惑に負けて、はい、惑ってる惑ってる。どうしたらいいんだ。それがだんだん不惑になっていきたい。そうだろうですね、はい、そういう感じだと思います、はい、迷わなくなってくる、うんうん、そして、最終結果と対策、はい、残っています。では手間キュンの、このツアーの運気、はい、最終結果はこれすごくいいです。おこれまさにツアーがうまくいく。おいおい、旅を表すカードで自分の個性が受けに受けてチャレンジャーね、でスターになれる器っていう素晴らしい。チャレンジャーがちゃんと盾になってますね。で旅先でいいことがある。なるほど。いやバッチリです。ツアーには一番いい、どんどん良くなってるんだ。これ見てカードで、いやもう最後に対策、ここを守ればさらにいいです。何を守ればいいんだろう。こちら、女教皇のカード、これは知性を表すカードなんで、その逆で出たんで、こう頭で考えずにこう本能のままにいく。ごちゃ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 、もう考えるな、そう感じろ、そうだ、あそういう感じです、まさに。ただいいですよ、すごく。どんどんよく、でも今は散々ですけどね。今は落ちるところまで落ちてますけど。そうですね、誘惑に負けてるし、まあ、まあ疲れもありますからね。いやでもこれからちょっと、はいはい、じゃあこのチャレンジャーの気持ちを持って、はい、チャレンジャーになってますか。チャレンジャー、チャレンジャーの気持ちを持って、はい、ただ旅運はすごく良い。女教皇の逆ということで、はい、感じたままに直感で行動してよし、感じたままにライブをしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。最後にお間違いです。テマキュンの人生バラ色に染まれ。染まりました。キズコです。あいゆえに、あいゆえに。 Love Time Love